はい、それでは2022担当本試験を切るを始めさせていただきます。行政法規を担当いたします、歴戦人講師の豊岡と申します。どうかよろしくお願いいたします。そしてですね、去る15日担当本試験受験なさいました全国の受験生の皆様、本当にお疲れ様でした。でこの後私の方からですね、行政法規ですね、今年の本試験問題行政法規についていろいろね、まずお話をしてまいります。で実際私当日ですね、12時に行政法規終わりまして、スタッフから問題受け取って、で速攻でこう問題解いてみたんですけど、まず第一印象として、かなり解きやすいなと、例年以上に解きやすかったな、これがまず私の第一印象でした。で具体的に言いますと、まず一つ目なんですけども、過去問の焼き直しがだいぶ復活しているなと、復活ってイメージなんですよ。実は、去年までですね、去年まで、ね、ずっとねこう過去問の焼き直しが、減ってきてたんですよ。減少傾向にあったんですけども、今年はね従来通り過去問の焼き直しですね、もうそのまんまって感じの問題がかなり復活をしていたと、まさに私の中では復活っていうそんなイメージでした。であと2つ目が組み合わせ問題なんですけどね、皆さんも実際問題をお解きになっててお感じになったかなと思うんですけど、組み合わせ問題、いろはにほ5つありますよね、足が5つで、一番最初のいの足ですね、いの足が結構基本的な知識の足であることが多くて、そのいを読んで丸か×かが分かると、それを軸にして、下の組み合わせを見て消去法で結構簡単に答えが出るようになっている法律がいくつもあったんですよ。これ皆さんも感じになったんじゃないですかね。いの足です、一番最初のね、いの足がかなり基本的な知識問題であることが多かった。であと単純整合問題なんですけども、正しいものはどれか、誤ったものはどれかっていう単純整合なんですけど、これはね組み合わせ問題ほど足は使えないんですけど、ただね正解詞ですね、正解になってる足、正解詞って言いますけど、やっぱその正解詞になってる足がやっぱり基本的な知識問題であることが多かったんですよ。だから仮に残り4つの足がよく分かんなくても、その正解詞だけを見てピンポイントで、あこれが答え分かるような法律も結構ありました。ですから本当にね、今年は組み合わせ問題にしても単純整合問題にしてもね、かなり解きやすかったな。ベースになっているのはさっきね冒頭でも言いました、やっぱり過去問です。過去問のね知識の焼き直し、それがかなりベースになっているな、そんなイメージでした。じゃあちょっと具体的にですね、ちょっとレジこちらのレジュメでね、また中身見てまいりましょう。ちょっとこちらのレジュメご用意ください。2022担当本試験を切る行政法規ですね、こちらのレジュメちょっと開けてみてください。よいしょ。でまず最初のページなんですけども、こちらね、これ行政法規です、今年ので、問いの1番から問いの40番までね、ご覧のような形で正解詞ね載っけてあって、そのすぐ右隣ですね、これ正解率です。これは皆さんからねお寄せいただいたオンラインリサーチのねデータをもとに算出した各問題ごとの正解率です。であとさらにその右側が難易度、これ ABC の3段階で表示してあります。これ一番下にもね一応ね載っけてあります。 A が優しいんですよ、で B が中間で C が難しいってことで、でもうちょっと具体的に言いますと、 A はこの正解率が 70% 以上です。 A はこの正解率、オンラインリサーチの正解率が 70% 以上です。で B が 50% 以上 70% 未満です。 B が 50% 以上 70% 未満で、 C が一番難しくて、これが正解率が 50% 未満です。 50% 未満ね、すなわち、2人に1人も取れなかったと、そういう難しい問題ですね。皆さんいかがですかね、ご自分のねこれ正解と照らし合わせてみてね、こんな感じですけども、でねもう早速ね中身入ってきますけど、今年やっぱり特筆すべきはね、特に前半優しい問題がかなりずらずらと並んでます。でもうずっとね問いの1番から難易度が A なんですよ、ずっと。で問いのもうちょっと置きましょうかね、これぐらい見やすいかな、問いの12番までがずっと A ランクです。でしかもその A ランクの中でもほとんどの問題が正解率が 80% 以上なんですよ、ね、ですから皆さんもおそらくね最初問題ね、栃木基本法からお解きになったと思うんですけど、こう解き進めていってね、
なんか結構解きやすいなと、結構やりやすいなということはお感じになったんじゃないかなと思います。私もスタッフからこの問題もらってね、問いの一番から解いていったんですけど、もうあっという間に私なんかもね、結構もう答え出せて、あれ今年ちょっと例年と違うなと、そういう印象をね特に強く持ちました。でもこの後ね、中盤そして後半になるとだんだんやっぱ C ランクも出てくるんですよ。その辺はやっぱりね、さすがやっぱ国交省っていうところですからね、やっぱりね、あの基本的な問題出しつつも、でもやっぱりあの難しい問題もね織り交ぜて、やっぱりあんまり合格ラインが高くならないように調整してるのかな、そんな感じでした。でちょっとまたさらに続けていきますよ。でちょっと裏のページめくってください。こちらで、こちらにですね、この本年度試験傾向ね、こちら載っけましたんで、でちょっと一番最初括弧1の形式面からちょっとね見てまいります。皆さんもちょっと目で追っていってくださいね。でまず組み合わせ問題ですね。これが昨年2021年の22問から今年23問に1問増えました。で単純整合問題ですね、正しいものはどれか、誤ったものはどれか、でこれが昨年と同じく16問でした。変動なし、プラマイゼロ。で最後、穴埋め問題、これがね昨年2021年2問だったんですけど、今年は1問に減りましたね、1問減少で、したがって形式面に関しては昨年2021年と比べてみてもそんなね大きな変化はありませんでした。で問題が次なんですよ、括弧2の内容面です。ご覧ください。でこれがさっきお話しましたね、皆さんからお寄せいただいたあのオンラインリサーチのあのデータです。でまず難易度が A、ね、これさっきもね前のページでお話しましたけど、正解率 70% 以上ねの問題が昨年2021年と同じく今年23問でした。プラマイゼロ、変動なし。で難易度 B、 正解率 50% 以上、 70% 未満、これ中間ね。でこれが昨年2021年の10問から今年11問に1問増えました。で最後難易度 C、 これ一番難しいやつね、正解率 50% 未満の問題が昨年2021年の7問から6問に1問減ったという具合ですから、難易度 C が1問減って、でその分難易度 B が1問増えたと、ね、そういうことですね。でその結果どうなったかというと、次です、ご覧ください。行政法規の平均点は昨年2021年です、これも当然レックのオンラインリサーチですけど 66.4 点だったんですよ、行政法規去年の、ね、でそれに対して今年は 69.3 点です。でちなみにこれはあの本日付ですね、5月17日現在ということで、あと向こう1週間ぐらいねこのオンラインリサーチやってますんで、当然ね後からエントリーされる方もいらっしゃるんで、多少ね最終的なデータ変動はね生じますけども、とりあえず現時点では行政法規は 69.3 点、そういうこと。そうするとこのアンダーラインのところをご覧ください。昨年2021年よりも 2.9 点上がっていて、まあ、その意味で問題数に置き換えると1問分、まあ、優しくなったということが言えようかと思います。で今度次の段落です。で今年の特徴として、ね、あの従来通り土地区画整理法と都市再開発法が、2問ずつ出題されました。これも皆さんね実際お解きになってて、あれ今年2問ずつだなお感じになったかと思います。実はねあの令和2年ですね、2年前の令和2年は土地区画整理法が2問で都市再開発法が1問で、それに対して昨年ですね令和3年は都市区画整理法が1問で都市再開発法が2問だったんですけども、ね、今年は従来通り、ね、それぞれ2問ずつ出題されると、そういう、ね、従来通りのパターンに戻ったなということですね。であともう一つがね、こちら、都市緑地法ですね、今年は都市緑地法のみが出題されて景観法は出題されなかったということで、これも実を言うとね従来通りの出題パターンに戻ったんですよ。ただね皆さんご存知と思いますけども、これ令和、2年と3年ですね、令和2年と3年、ね、去年と一昨年は両方とも、ね、両方が同時に出題されましたよということだったんですけど、ねまあ、今年は都市緑地法が出て景観法出なかった、まあ、これは従来の出題パターンに戻ったってことなんで、ですから全体的な傾向からすると従来のパターンに戻ったなという、それがねはっきりといろんなね内容面も形式面もねから見て言えるかなと思います。でこの後ですね、あのこのすぐ裏にですね今年の実際のね行政法規の問題に載っけてありますんで、この後特にですねあの B ランクです、
B ランク、正解率が 50% 以上 70% 未満の B ランクの問題を中心に見ていきたいと思います。 A ランクは取れて当然ですね。まあ、なかなかね、そうは言っても A ランク全部取れてるかっていうと厳しいものあるけど、でもやっぱり A ランクは当然取ってほしい。逆に C ランクは、これはね、いつも言ってますけども、2人に1人も取れないんですよ。だから合否に影響しません。だから気にしなくてよし。問題は B です。 B で、これをね、今度実際ね、皆さんと一緒にね、確認してまいりたいと思います。で、よいしょ、ちょっとこちら戻りますよ。で、問題冊子、これ一応ページがね、下に載ってますんで、9ページちょっと開けてみてください。こちら、問いの、13番ですね。ちょっとちっちゃくしましょうかね。これぐらい。これぐらいで見えますかね。こちら。で、これ、オンラインリサーチの、正解率でいきますと、この問いの13番、都市再開発法なんですけども、57% ですね。こちらね。したがって、これ B ランクです。B ランクってことで、これ皆さんできましたかね。いかがでしょう。で、これ、誤っているものの組み合わせってことなんですけども、これね、正解詞が足の1番です。イトロ。ね、これが誤っているものの組み合わせってことで、イが、ね、イトロ。この足の1番が正解詞なんですけど、これ皆さんできましたかね。で、ちなみに足の3番につけた方が、このオンラインリサーチのデータによると 19.5% もいらっしゃるんですよ。で、最終的にこの1と3ですね。1と3で悩んだ方が多かったってことがデータで読み取れるんですよ。で、一応1がね、まあ、当然これ正解詞なわけなんですけども、これ見ていただくと、これロが共通ですよね。で、したがってあとはイとハね、イとハをこれ比較してどっちかなって感じで、で、正直言ってこれハはやっぱりね、難しいんですよ。内容は正しいんだけどちょっと細かい。じゃあもう一個のイはどうなのかというと、これ誤りなんですよ。皆さん誤り出てきました。実を言うとこれね、この意の足の知識はレックの合格基礎テキストの都市再開発法には載っけてないんですよ。載っけてない。でも実を言うと同じような規定がもう一つの都市区画整理法にあって、それはうちの合格基礎テキストも載っけてるんですよ。結構ね、合格基礎テキストをくまなく読んだ方はね、それお気づきになったかと思う。で、何が言いたいかというとね、本文は都市再開発法でもテキストに載っけてない。でも同じような規定が同じ合格基礎テキストの土地区画整理法に載ってんすよ。だから土地区画整理法の知識を思い出して、こちらの都市再開発法の方に使ってほしかったの。私いつも言ってるように、土地区画整理法と都市再開発法っていうのはね、もう構造に似てるでしょ、ね、私三兄弟とかよく言い方するんだけど、円滑化法と入れてね、三兄弟って言い方するんだけど、構造が似てるから、ね、都市再開発法の知識はよくわからん、テキストも載ってない。でも同じような規定が都市区画整理法にあったよな、あれをこっちに使うんじゃないのかな、その推論を働かせてほしかった。それができた方は解けたと思う、ね、で、これはまた来年以降もつながってきますから、ね、あの同じような、ね、あの内容について、ね、法律っていうのは、ね、あの同じように規定しますから、ですからその法律に載ってなくても、あそこの法律になんか似たような内容あったよな、そしたらそこの知識を引っ張ってくる、この発想は次の論文の民法の時に必ず役立つし、また必要になりますから、これはちょっと一つ知っておいていただきたいなと。従いましてね、これ意に関してはね、これ解けてなくてもいいです。ただちょっとね、せっかくなんでこれちょっとあの触れときますと、この最後のただしですね、ただし未登記の借地権を有する者は借地権を有する者として扱われないってなってますけど、これね、未登記の借地権を有する者じゃなくて、正確に言うと申告のない人です、ね、この未登記の借地権持ってる人は申告しなきゃいけないんですよ。これ逆に既登記であれば当然ね、登記を通じて借地権者の存在っていうのは把握できる。だけど未登記の場合はこれ分かんないわけですよ。下手すると手続きが滞っちゃうんですよ。だからこの未登記の借地権持ってる人はね、申告しなきゃ、ね、申告しなかった場合は借地権者として扱ってくれないよ、そういう規定なんですね、まあ、ちょっと細かいっては細かい。一応似たような規定がね、土地区画整理法に上がっています。そういう問題でした。まあ、これはね、B ですけど、まあ、落としててもね、それほど大きな支障はないかなというふうに思います。で、次、どんどんいきますよ。で、今度19ページ開けてください。問いの24番ですね。これちょっと見ておきたいと思います。よいしょ。これ、託造法です。問いの24番ですね。こちら。問題冊子でいくと19ページです。ご覧ください。で、これが、
オンラインリサーチでいきますと 55%、 したがってこれも B ランクですね。でこれ単純正誤です。誤っているものはどれかっていう単純正誤ですけど、正解詞が足の2番でした。これ皆さんできました？できた？あ、できた。おお、いいですね。これはね、もっと言うとね、できなきゃダメですよこれ。だってこれ過去問の焼き直しだもん。でしかも合格を取ったテキストバッチリ載ってんすよ。でもっと言うならば、私講義の中でどんだけ声荒げてこれ絶対覚えてねえって皆さんに強調したか。だから今うなずいてらっしゃる方はね、あ、大丈夫だよと、ね、そういう意思表示かなと思います。これねちょっと 見ときますけど、これ足の2番ですけどね、お尻のねちょっと問題文見ると、造成宅地防災区域と指定してできるってなってますけど、これは違いますよね。これ宅地造成工事規制区域の説明ですよ。でなんでかっていうと、これね宅地造成工事規制区域やったじゃないですか。これ全部アンダーライン引いたところをつなぎ合わせると名前になるんだよってやったじゃないですか。だからこれはできてほしい。だから B ランクっていうのは私はちょっと寂しい思いがいたしました。で次で今度ね、今度23ページちょっと開けてみてください。この土台法ちょっと見ていきましょうかね。23ページです。ちょっとこれちっちゃくしますよ。よいしょ。これ問いの29番ですね。土壌汚染対策法、ページでいくと23ページです。問いの29番、これもオンラインリサーチでいくと、よいしょ、 55% の B でした。これ皆さんできましたかね。でこれ単純正誤ですね。誤っているものはどれかってことで、誤っているのが足の3番ですね。じゃあ3番でこれはもっとできてほしかったですね。いかがでしょう。できた。おお、いいですね。でこれね、1行目、3000平方メートル以上の土地の売買、売買ですよ。で確か売買、ね、これいわゆる所有権の移転ですよね。売買を行うと所有権が移る。この所有権の移転に関しては制限なかったよね。要措置区域にしても、形質変更時要届区域にしても、確か所有権の移転については制限なかった。でこれもやっぱり合格基礎テキストに載っけてあるし、過去問でも問われてる知識なんですよ。だからこれもやっぱりちょっと B ランク 55% っていうのはちょっと寂しいなと、そんな印象でした。で次で今度ね、25ページちょっと開けてください。問いの31番、自然公園法ですね。これちょっと見ていきましょうね。これがねやっぱり 60% でやっぱ B ですね。 B ランクで、正しい、ものの組み合わせ、これ組み合わせ問題でした、ね、これ皆さんできましたかね。お、できた。おお、いいですね。これ 60% ってこと、これもっとねできててほしいなと思うんですけど、正解詞が足のこれ3番ですね。足の3番、したがってこれロト2ですね。これロト2、これがねロト2ね、これ正しいものの組み合わせですから、ロト2これが正しくてね、これ足の3番が正解したよってことなんですけど、これはね実を言うと、いとほ、この2つでスパッと取れちゃう。でさっきも言ったように、今年の組み合わせ問題ってこのいの足が基本的な知識問題であることが多いんですよ。でいについてはこれ国定公園でしょ、これ指定権者ですよね、知事なわけないじゃないですか、ね、大臣でしょ、環境大臣でしょね、だからもうこれ意がおかしいよねっていうことで、ね、でこれ正しいもの聞いてますから、これ意が誤りだよねって気がつけば、意を含んでるこの 1,2 が瞬時に切れますよね。であとはこれね、下見てもらうと、なんか方がなんかちょっと共通になってるから、ちょっと方見てみようかなってことで方見てもらうと、これ明らかに罰なんですよ。これ生物の多様性の、確保に寄与することを目的にしてないと、こんなまるっきりでたらめでしょ。これもやっぱり合格基礎テキスト載ってますよ。これ知らないっていうのはもうテキスト見てないって言われてももうねしょうがないですから、そうするとやっぱり方が罰だよねってことなんで、方を含んでる4号が消えて自動的に足の3番が出ちゃうんですよこれね。したがってやっぱこれももっと取ってほしかったなと、そういう問題ですね。だから本当にね、あの過去問の焼き直しっていう側面だけじゃなくて、レックの合格基礎テキストにバッチリ上がってる、そういう知識はやっぱり皆さんどっかで一回ねやっぱ見てるはずなんでね、やっぱ解いてほしいな、解けてほしいな、そんなところです。でもうちょっとやりますよ。で今度ね28ページです。
28ページ開けてください。よいしょ。で、問いの37番です。租税特別措置法ですね。こちら見ときましょう。28ページ問いの37番ですね。で、これがやっぱりオンラインリサーチでいくと 63% ですね。で、やっぱり B でした。これ皆さんできました？おお、できた。おお、これ正しい文法の組み合わせどれかってことなんですけども、これ正解詞が足の5番ですね。足の5番こちらね。で、これちなみにこれやっぱり2つだけで取れちゃうんですよ。いいです。いとほ、いとほ、これでやっぱりこの問いの37番取れちゃうんですよ。で、やっぱりこのいの足ですね。ね、今回冒頭から申し上げてますけど、本当に基本的な知識これ持ってきてます。いの足です。で、この制度の適用対象となる法人は内国法人のうち生産中のものを除いた法人に限られるってなったんですけど、生産中の、ね、ものを除いた、これは正しいんだけど、内国法人に限定はされません。これは足別に載ってます。これ足別行政法規レックから出している過去問集でも、ね、載っけてますから、これ過去問の知識です。ですね、こちら。そうするとこれ意についてはこちらね、誤りだよ。ところをこれ見てもらうと1と2がこれやっぱ瞬時に消えます。いいでしょ。で、あと今度法を見てください。法で、贈与または収支による資産の譲渡はこの制度の適用対象とならない。これやったじゃないですか。これも学問の焼き直しだし、合格基礎的質にバッチリ上がってんすよ。で、これ法だよね、これは丸だよね。そうすると見てください、これこれ法含んでるのは5番しかない。これで5番って出ちゃうんですよ。これたった2つですよ。いとほ、この2つの足を検討しただけでやっぱ答え出ちゃうんですよ。皆さんできてますね、これ。ですね。ああ、もう今ね、深くうなずいてらっしゃいますんで、ね、どうも失礼しました。もうね、もう。で、あと最後ですね、もう一問やってこれで終わりにしますね。続いて今度右のページですね、29ページ。よいしょ。ね、相続税法です。問いの39番ですね。こちらをご覧ください。29ページ、問いの39番、相続税法です。で、これがね、やっぱりオンラインリサーチでいくと 66%。したがってやっぱりこれも B ランクなんですね。これ皆さんできました？できた方いらっしゃる。そっかそっか、結構割れたのかな。これ正しいものはどれかってことで、これ単純整合なんですけど、これはねもう足の一番ですよ。もうこれ見て終わりですよ。これはピンポイントです。ピンポイントいきますよ。贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は日本国内に所在するものに限られるってことで、これは合格基礎テキストにも載ってるし、足別行政法規の過去問にも載ってます。これだ、これはできなきゃダメ。なんかこれもだからピンポイントですよ。もう足の1番だけ見ても2番以降見ないですよ、これね。もうそういう形で取れなきゃいけないよってことで、いかがでしょうね。まあ、こんな形で今 B ランクの問題ね中心にずっと見てきましたけど、もちろんね後から見たからお前いろいろ言えるんだよ、確かにそういう側面もありますよ。本番の時やっぱりね、ああいうね緊張した、ね、中でやっぱ解くわけだから、なかなかねその蓄えてきた知識、全部知識とか力をね発揮できるわけじゃない、ね、後から私はこんなね一人机に向かっていろいろ調べたりしてるからね、いろんなことああだこうだ言える部分もあるけども、でもやっぱりその一方でね、テキストに載ってる、足別に載ってる、そういうものはやっぱ皆さんの方に置かれましても解いてほしかったなというところです。で、ちょっと最後ですけども、ちょっとこちらのレジュメね、もう一回最初のねこちら、こちら行政法規本年度試験傾向、こちらのページちょっとお戻りください。これを確認して終わりにいたします。でね、さっきね飛ばしました、最後カッコさんの総括のとこです。見てください。よいしょ。で、いきますよ。カッコさん総括ね。で、昨年より1問分優しくなっているということで、まあ、総合的に考慮すると 67.5 点、問題数でいくと27問が今回の行政法規の、まあ、合格ラインと言えようかなと思います。で、その 67.5 点、ね、27問取るためにはじゃあどうしたらいいのか、ね、これはもうねもうありきたりかもしれないけど、やっぱり従来から言われている過去問中心の勉強法ですね。これがやっぱねベストです。ベスト、ね、で、なぜなら難易度 AB の問題今回34問もあるんですよ。 AB での多くがやっぱ過去問の知識をベースに作られてます。ちょこちょこ手を加えてるだけなんですよ、ね、で、しかもなんですよ、今年は
ね、冒頭から申し上げている通り、過去問の焼き直し、ね、焼き直しというのは過去問そのまんま、ね、これがかなり復活してますんでですね。したがって過去問、ね、レックでいうとこの足別行政法規ですね、これをね行政法規で、ね、やってきた方、ね、この方はかなり得点できたんじゃないのかなと思います、ね、いかがでしたでしょう。であとね、もうこれで終わりにいたしますけども、今回手応えがある方当然ね次の論文に進んでいただきたいんですけども、ちょっと厳しいかなという方、ぜひ今の話を参考に、ね、なさって来年、ね、まだ来年また受けるって方はね、またそういうあの戦略をご自分で練って勉強を進めていってください。あるいは来年初めて受けるよっていう方もね、今私がお話した内容ですね、ぜひ参考にして来年のね勉強を進めていってください、ね、よろしいでしょうか。じゃあ以上で終わります。お疲れ様でした。はい、歴戦に講師の川野です。では鑑定理論の解説をしていきます。ではお手元、今度は鑑定理論のレジュメ準備をしてください。はい、では表紙めくりまして、で回答一覧めくりまして、で本試験の傾向というところですね、こちらをちょっと見てください。こちらで説明していきます。はい、ね、まず3行目、難易度ですね。まず難易度としましては、正解率 70% 以上の A ランクの、ね、確認取ってもらいたい問題が32問で、正解率 50% 以上 70% 未満の B ランクの問題が6問で、正解率 50% 未満の C ランクの問題ですね、2問という割合になっていました。この2問というのは、インウッド式の問題と、あとは、区分値条件が含まれている問題ですね。もうこれも、ね、全然解けなくても、ね、全く問題ないです。でこの ABC ランクの割合論ですね、去年と大きな変更はありません、まあ、要は A ランクの問題が8割を占めているということですよね。なので、下から2行目、 A ランクの問題を取りこぼすことなくですね、確実に得点することはやはりですね、昨年度に引き続き今年度も重要だったんだということになってきます。で今度は形式面見ていきました。この形式面確認していきます。個数問題が0であること及び計算問題が2問と少ないことが固定化された感があり、その他配分としては単純整合問題が昨年度同様の13問、組み合わせ問題が2問増えて24問、穴埋め問題が2問減って1問の割合になっています。単純整合は13問、組み合わせが24問で穴埋め1問の計算問題2問という割合になっていました。で次の直書きですね。なお組み合わせ問題については問題1のように組み合わせの数が異なる選択肢が示されるパターンが2年ぶりに復活しています。選択肢がこういろはでいろはにほみたいな形で、異なるですね組み合わせの選択肢が、ね、示される、これは2年ぶりに、ね、ちょっと復活しています。あとは続きですね、ややあとは形式面に関して言います。そうすると形式に関して言うと、比較的点数の取りやすい穴埋め問題が減って、この難易度が高まる組み合わせの数が異なる選択が示されるこの組み合わせ問題が増えてますので復活していますので、難易度としましてはこう形式面で言うと若干ねちょっと上がっているかなという感じはします。まあ、形式面で言うと少しね難易度が上がっている感じがしました。でこの分野ですね、下映ってください。一大分野ですね、昨年度に引き続き全範囲からまんべんなくそれぞれの章の分量におおむね比例した問数が出題されています。出ていない章はないです。1章から各路第3章までですね、それぞれの章からですね、おおむねそれぞれの章のボリュームに合わせた問数が出されています。で縄書きのところですかね。なお昨年度は1問だった複数の章にまたがる総合問題ですね、これ3問ほど出されています。若干ちょっと解きにくい問題が3問ほどありました。また平成30年以降出題されていなかった捨て分野といえるこれ区分値条件の鑑定評価が出題されたことが、まあ、特徴として挙げられます。まあ、論文では出ない分野ですよね。なんであの講義でも、ね、捨てていいですって説明しました。で実際の正解率 17% です。これ他校さんも同じぐらいの正解率ですので、これも合否には影響しないです。論文を見せるならば、もう論文出ないようなところはですね、担当段階でもやっぱりね思い切ってするべきです。それは費用対効果という意味でもね、そういった戦略を取るべきということになってきます。担当ね満点不要です。でその他の傾向としましては、下移っていただきまして、
昨年度に引き続き暗記色の強い価格厳正要因の例示、鑑定評価後の求め方は、まあ、重み付けで総合的管事項に関する問題が多く出題されたことが、ね、特徴として挙げられます。ちょっと細かいと思うんですけど、やっぱ問題作りやすいんですよね。例示で重み付けで勘案事項ですよね。結構出てましたよね。なのでこの傾向はね、今後も続くと思います。であとは、続きの文章ですね。3行目、難易度の高い問題が出題される傾向がある各論第三章について点数の取りやすい問題が多かったことがね、今年度特徴として挙げられます。比較的ね、ちょっとね、実務職の強いような感じの問題が出されるのが各論第三章、難易度が高いのが結構ね、傾向としてあったんですけど、今年は全て A ランクでしたよね。取りやすい問題がね、各論第三章出ていたと思います。であとはなお書き、計算問題については簡易な計算処理できる還元利回り求める方法の問題ですね。問題39はね、ぜひ得点してほしかったということになっていきます。まあ、問題40はね、ちょっと手間がかかりますので、まあ、正解できなくてもしょうがなかったと思うんですけど、問題39は、求め方さえ分かっていれば、それこそ、ね、暗算ぐらいでも計算できるような、そういうね、簡易な計算解ける、実際、正解率 83% ぐらいですかね、 A ランクの問題になってましたので、こちらの39はね、ぜひ計算問題だったんですけど、取ってほしかった問題ということになっていきます。で、統括しますとでしたね、以上より本年度の担当試験は、マイナー分野からの問題や表現が曖昧な問題が少なからずありましたが、過去問の焼き直し的な足が多く見受けられ、消去法で正解を導き出せる A ランクの問題が多かったことから、過去問を繰り返しとき、答例や模試で出題されやすいポイントをしっかりと押さえていた受験生ならば十分、ね、対応できた問題と考えられます。先ほど豊川先生が行政法規を先祖返りして過去問の焼き直し的な問題が、ね、まあ、復活したって言ってましたよね。鑑定理論も、ね、その傾向最近顕著です。鑑定理論に担当が導入されても結構経ちます。過去も結構積み上がってきています。もう、ね、論点でも出し尽くしちゃっています。なかなか新しい問題も作れないです。なんで本当ここ数年は本当にそのままですね、過去問なし、そのままの問題が結構出ていますので、まあ、そういった意味でも、まあ、行政法規と同様なんですけど、過去問をしっかり抑えるということが、まあ、担当対策としては鑑定理論においてもやはり重要になってきているということになります。で、合格ラインですね、最終2行、鑑定理論としての合格ラインはこれ昨年度と同様の8割弱ですね。まあ、大体 77.5 点ですね。40問中で言いますと31問ぐらいは取ってほしかったということになっていきます。正解率、70% 以上の A ランクの問題が32問ありましたよね。なのでその A ランクの問題をですね、まあ、なんとか取りこぼしすることなくね、取っていただければ十分ですね、鑑定理論としての合格ラインですね、クリアすることができたんじゃないかなと、ね、思っております。ではちょっとポイントになった問題ですね、いくつか解説をしていきます。では、はい、本試験の問題が続いていくと思うんですけど、まずはじゃあ2ページ問題1見てください。はい、総論第1章、不動産とその価格の特徴に関する問題ですね。これ正解率はデータリサーチですと、64% となっていました。で、誤っているものの組み合わせはこれは、いろほですね。なんでこれ1番が正解ということになってきます。で、これデータリサーチ上ですと、この4の足ですねを正解と判断した方は 36% もいましたですね。これこの複数のこの組み合わせが複数与えられるパターンであるがゆえに、こう難易度が高まっている問題ですよね。ちなみにこれ当日の回答速攻でも言ったんですけど、これ炎足が全部に含まれちゃってますよね。ちょっと作り込みが甘いですよね。実際問題36も見ていただくと分かるんですけど、全ての足に2が含まれてますので、ちょっと作り込みがね、甘いものとかにいくつかで散見されました。で、この1と4ですね、見ていただくと、要はこれ色穂が共通なんで、この葉ですよね、葉が正しいのか誤ってるのかによってこの正解が分かれてきた、ね、そういった形です。で、葉の足見ていきますと、これ最有効使用ですね、さら地の最有効使用の判定について、3行目、一棟の建物内において複数用途が併存する使用方法を最有効使用と判定することは有効なんだ。で、これ正しいということですね。で、
最有効使用というのは文字通り最も有効な使用方法ですね。だから一つの使用方法として判定していく必要があります。なので例えばこの土地、コンビニとしてまたは事務所としてが最有効使用という判定はこれは有効じゃないんですね。最有効使用になる。ただこれアンドはいいんです。オアはダメなんですけど、アンドは OK ということです。つまり店舗付き事務所ビルとかコンビニ付きマンション見ますよね。皆さんが多く目にするということはそれ最有効使用ということです。これアンドならばこれ一つの土地の使い方です。マンション、店舗付き事務所ビルだったり、コンビニ付きのマンションですね。これ複数用途が併存、これ一つの土地の使い方です。オアじゃないです。アンドですね。併存です。なのでこれ正しいということを判断できる。まあなんでこうコンビニ付きマンションなんかみたいなものをですね、この場でなんとなくイメージが持てたならば、なんかそういうのはありなんじゃないかなと判断して、まあ、1番をですね正解と判断してほしかった、そういった問題ということになってきます。はい、では今度4ページ問題5見てください。はい、総論第3章価格形成要因に関する問題、これ正解率は、62% ですね、B ランクの問題ということになってきます。誤っているものは正解詞はこれ3番ですね。3番が正解ということになってきます。で、これデータリサーチですとこの4番を誤っていると判断した方が、30% 以上もいました。でまずは3番ですね。社会的要因が主語ですよね。で例示としまして宅地及び住宅に関する施策の状態や不動産取引に関する規制の状態が含まれるとなってますよね。一般的要因は自然社会経済行政的要因、それぞれ例示がされています。で一般的要因の例示は読んでいけばこれなんか自然的要因の具体例かなって判断できます。で経済行政的要因も文末に施策とか規制とか税制とかそういった文言が入っていた場合にはこれ行政的要因の具体例として判断してほしいと講義で説明しました。紛らわしいのは社会的要因と経済的要因でしたよね。なんで行政的要因は紛らわしくないはずなんですね。なんで施策とか規制という文言からこれ行政的要因の例示だから社会的要因が主語になっている3番は誤っていると、この3番自体でも誤りと正解と判断してほしかったんですけど、さらにこう4番ですね、一般的要因の分析については必ずしも最有効鑑定評価報告書に記載する必要がない。一般的要因の分析の記載は必要的記載事項とされていないんだって話ですよね。これテキストにメモさせてますよね。大丈夫ですかね。9章鑑定評価額の決定の理由の要旨1番目、地域分析個別分析に関する事項で、その横見出しのところに一般的要因の分析×とねメモ書きさせています。一般的要因の分析は分析は重要なんですけどマクロ的な分析なのでなかなか表現が難しいんですよね。だからこれ必要的記載事項まではされていないんだという形でメモ書きさせています。さらに言うとオプションの答練なんですけど最後のファイナル模試でこれ出してますよ。一般的な分析は必要的記載事項じゃないんだというねしっかり出していますので、なのでレック受講生ならばもう4はですね正しいと判断して、で3番をですね誤り正解と判断してほしかったそういった問題ということになっています。はい、では今度13ページ問題18見てください。はい、取引事例確保に関する7章の問題ですね。正解率は 69% ですね。やはり B ランクの問題ということになってきます。で正しいものの組み合わせですよね。正しいものはこれ色にですね、なんでこれ2番が正解ということになってきます。でこれ3番を正解と判断した方が、約 28% ほどいました。でこの正解の2番と3番比較していただくと「い」と「に」が共通で、要はこの「ろ」と「ほ」
いずれが正しいのか以下によってこう2と3に分かれてくるですね判断がね迷う、そういった問題になっていました。なんでこう比較をしていきますと、じゃあ炉の足見てください。取引事例が特殊な事情を含み、これが当該の事例にかる取引価格に影響していると認められる場合には、取引が行われた市場における客観的な価格水準等を考慮して適切に補正を行わなければならないとなっています。基準通りじゃないんですけど、少しね留意事項の文言が入れ込まれている感じなんですけど、これ事情補正で、事情補正というのは多数の取引事例等々を収集して地域の客観的な価格水準を把握して、その地域の客観的な価格水準からの乖離の有無程度の以下によって事情補正というのは行うんですよという形で講義で説明しています。そういった内容になってますよね。なので、まあ、なんとなく正しいんじゃないかなということを判断できると思います。一方で炉の足見てください。炉の足、対象動産と取引事例の地域要因と個別的要因比較については、それぞれの地域における地域要因が標準的な土地を設定して行う方法があるとなっています。要因比較のうち、これ間接的な要因比較の方法についての足ですよね。間接的な要因比較の方法というのは、それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して、これ間接的に要因比較を行う方法です。これも正直この方法暗記さえできていれば、単純にああこれ×だって形で判断できるんですよね。なんですけど、これ結構正解率低いですよね。なんでやっぱり近年はやっぱ暗記色強まっちゃってるんですよね。あの論文に向けて基準留意事項の暗記をすればするほど、これ一番の担当対策になってきます。なんでやっぱり、ね、しっかりと基準留意事項を暗記することが担当の点数を高めることにつながってきまして、まさにこの炉の足なんかもね、単純に論文でね、もうね答案書けるレベルにならば、これ単純にもすぐに誤りだと判断することができて、もっと正解率がね高まってもいいような、そういった問題がこの問題18ということになってきます。はい、では続いて16ページ問題21見てください。はい、16ページ問題21、陳情をまとめる鑑定評価書に関する7章ですね、第2節の問題ですね。こちらは正解率は 77% ですね。まあ、A ランクの問題ではあるんですけど、で誤っているものの組み合わせは、これは、ロハホなので、正解詞は、これ4番ということになってきます。ロハホですね。で、この5番ですね、5番、ハニホ。を選んだ方が 15% ほどいました。で、4と5を比較すると、これハとホは共通なので、ロと2ですね、これが誤ってるかどうかの判断によって4と5分かれてくる、そういった問題です。で、じゃあロの方から見ていきます。ロの足見てください。建物及びその敷地の賃料を積算法で求める場合、対象不動産に関する減価償却費は、償却後の純収益に対応する期待利回りを用いるときには、積算法の適用において加算する必要諸経費等に計上しないとなってますね。積算法における、減価償却費と、これ期待利回りの対応関係の問題ですよね。で、償却前の純収益に対応する期待利回りを用いて償却前の純収益を求めた場合には、償却前なので純収益に減価償却費が含まれている状態です。それに足す必要諸経費等としてまた減価償却費を計上してしまうと、これ二重計上になってしまうので、だから前の期待利回りを使った場合には必要諸経費等として減価償却費は計上してはダメなんだ、しないんだって知識ですよね。なんですけど、この足は償却後になってますよね。除かれてます。だからダブルカウントしないように必要諸経費等ね、計上しない処理は不要ですね。これ計上する必要があります。しないとなってますんで、ロ誤りということになってきます。これは過去の本試験で繰り返しかれてますよ。当連等でも出しています。なのでこれはもうね、サービス問題です。確かにね、この中ね、考えちゃうと難しいんですけど、一つこれしっかりとね押さえれば、これもサービス問題、ぜひこれはですね誤りと判断してほしかった。で、一方で、では、悩んだ2の足ですね、2の足見てください。
利回り法における継続賃料利回りは直近合時点における基礎価格に対する純賃料割合を踏まえて求めるが当該割合とならないこともあるとなっています。これ正しい足ですよね。利回り法における継続賃料利回りですね。利回り法というのは直近合意時点における基礎価格に対する純賃料の割合を重視して継続賃料利回りを求めて、ただかけるべき基礎価格、足すべき必要諸経費等は価格時点のものを使うことによって事情変更との調整を図っていく、そういった手法なんですよって形で講義で説明しています。じゃあ常にこの直近合意時点における利回りをそのまま採用して継続賃料利回りを求めていいかというと、そのまま採用することも多々あります。ただ元本価格が激しく動いている場合には賃料というのは遅効性、保守性、そういった特性がありますよね。価格と同じようには動いていかない特性を持っています。なので特に元本価格が激しく動いている場合には賃料は同じようには変動していかないので、この直近合意時点における基礎価格に対する純賃料の割合、利回りがこれ元本価実の相関関係が破綻していて適正な利回りとは言えない場合があります。その場合にはどうするんでしたかね。これ何かを比較考慮して補修正して継続賃料利回りを求める基準に書いてありますよね。その場合には新規の場合の期待利回り、契約締結時改定時の利回り、さらには元本基礎価格の変動の程度、さらには周りのライバルの利回りを総合的に比較考慮して補修正をして継続賃料利回りを求めることもあるんですよって形でこれ説明しています。なので継続賃料利回り、この直近合意時点における利回りとならないこともありますよね。その通りです。これしっかりと講義で説明しています。なので2はね、正しいと判断して4番を正解として欲しかった問題ということになってきます。じゃあこの20ページ問題25見てください。はい、20ページ問題25、鑑定評価報告書の記載事項に関する9章の問題ですね。正解率はこれ 71%、まあ、ギリギリ A ランクなんですけど少し正解率が低いです。正しいものの組み合わせはこれ2と補で5番が正解ということになってきます。で先ほど組み合わせ問題で問題1なんかですと穂の足が全部含まれていてちょっと作り込みが甘いなんて説明してしまったんですけど、ちなみにこの問題25は、私はねこれ結構ちゃんと作り込んでるなって思った問題なんですね。なぜかと言いますと総論第9章というのは基本的には記載事項、必要的記載事項、こういった事項を記載しなさいって章ですよね。なので9章で間違いの足というのはこの事項は記載しなくても良いというのが単純に間違いなしになり得るんですね。9章というのはこう記載しなさいって章ですよね。だから9章の基準を間違いなしにするには記載しなくても良いとすれば間違いなしになりますよね。なので、テクニックとしては記載しなくても良いというものだった場合にはこれ誤りの可能性が高いんですみたいな形でちょっと言っていたこともあったと思うんですね。でこの問題ちょっと見ていただくと文末全部見てください。これ全部記載しなくても良いって問題になってるんですよね。これ正直いい問題だと思いました。単純にその文末だけでは判断できないわけですよね。でじゃあこれ解けないかというとそんなことはなくて、このいろははちょっとやっぱり難しいんです。なんですけど2と補ですよね。まず2はもうこれ特殊化学、正常化学、加工で兵器は不要でしたよね。これ兵器しなくても良いです。であと補の足、実質賃料の鑑定が依頼された場合は当該実質賃料が支払い賃料と異なる場合であっても支払い賃料の額を併記しなくても良いとなってますよね。これ大丈夫ですかね。括弧書きで併記ってどういった趣旨ですかね。何のために括弧書きで併記するんですかね。これ価格賃料概念で例外論の価格賃料概念を求めた場合にはこの例外論の価格賃料概念の位置づけだったり妥当性を説明するために原則論を括弧書きで併記してくださいって要請ですよね。で実質賃料と支払い賃料どちらが原則論ですかね。実質賃料ですよね。なので
実質賃料の評価を依頼された場合には例外論の支払い賃料の併記は不要です。括弧書きで併記が不要なのは例外論の価格賃料概念を求めた場合には原則論の方括弧書きで併記です。これも講義で説明していますよ。なのでこれもね正しいと判断できる。なのでこれよくねいい問題だと思うんですけど、これ、ね、5番が正解と判断できるですね。一応そういった問題ということになってきます。はい、じゃあ26ページ問題33見てください。はい、26ページ問題33ですね。賃料に関する鑑定評価に関するね、格論第2章の問題ですね。正解率はこれ 63% ですね。 B ランクの問題ということになっています。誤っているものはこれ、ロとハですね。なんで3番が正解ということになっています。でこの1番イとロの組み合わせを正解と判断した方が 20% ほどいました。で1と3比較しますとロは共通なので、要はこのイとハいずれが誤っているのか以下によって、ね、正解が分かれてきた、そういった問題です。で見ていきますと、じゃあまずはじゃあ歯の足見ていきましょうかね。正解詞の中に含まれる歯の足、建物及びその敷地の正常賃料を求める場合の鑑定評価にあたっては賃貸借の契約内容と建物価値及びその更地価値に即応する賃料を求めるとなっています。ちょっと表現がね、曖昧なね、ちょっと判断が難しい、大把握が難しい問題なんですけど、これすぐ上のロの足ともねちょっと共通のね知識なんですけど、賃料の評価の場面というのは賃料契約ありきですので、あくまで契約内容を前提とする、つまりこれ必ずしも最優先しようとは限らない。なので賃料の評価の場面で最優先絡みの概念だったり言葉ができた場合には誤りの可能性が高いということですよね。なのでこれロの足は最優先しようと表現できているのでこれ誤りなんですけど、とともに歯の足更地価値に即応するってなってますよね。更地ってどんな価値ですかね。最優先しようを前提としてますよね。なので建っている建物を必ずしも最優先しようとは限りません。つまり家賃もじゃあ更地価値に即応した家賃になるかというとそうとは限らない、最優先しようとは限らないんだ、そういった理解ができていればなんとなくちょっと違うんじゃないかなぐらいは判断できたと思うんですね。で一方で胃の足見てください。契約上の条件が変更されることに伴い、宅地の賃料を改定する場合の鑑定評価にあたっては契約上の条件の変更に伴う宅地及び地上建物の経済価値の増分のうち適切な分に即応する賃料を継続中の宅地の賃貸借との契約に基づく実際支払い賃料の回答を想定した場合における賃料に加算して決定するとなっています。これ継続賃料の評価で、まず継続賃料の評価というのは大きく場合が2つに分かれてきますね。2つの場合というのは契約内容を変更せずに賃料を改定する場合の評価の場面と契約内容の変更に伴って賃料を改定する場合の評価の場面です。で本文は後者の場面ですよね。条件が変更される、契約内容の変更に伴って賃料を改定する場合のこれ継続賃料の評価の場面です。この場合はある賃料概念に契約内容変更分を加算することによって結論の鑑定評価額を求めていきます。じゃあこのある賃料概念は何かと言いますと3行目、継続中と宅地の賃貸借等の契約に基づく実際支払い賃料の改定を想定した場合における賃料、要はもう一方の場合です。契約内容を変更せずに求めた改定賃料に契約内容変更分を加算することによって鑑定評価額を求めていくのがこの場合の求め方です。なのでこれ正しい足です。これもちろん講義で説明していますし、実践答練とかでも出してますよ。ちゃんと出しています。なんでそういった答練なんかの復習もしっかりとやっていただければ、これ、いいのはし、正しいと判断することができた、もう少しね、正解率高まってもいいような、そういった問題ということになってきます。はい。で、一番皆さんが知りたいのは、総合の合格ラインだと思います。で、先ほど豊川先生言いました、レックはなデータリサーチですね、データをですね、統計をね皆さん入力して取っています。でデータは嘘をつきませんので、このデータから、
例年の傾向を踏まえて合格ラインというものをですね、推測することができます。で、今データリサーチの平均点が、総合で今日時点ですけど151点なんですね。151点です。で、このデータリサーチに登録する人というのは自信のある受験生がこう登録するんですね。なんで当然これね、平均点と言いますが、こう高い点数になっています。じゃあ例年この平均点を基準として合格ラインはどの程度になるかというと、だいたいこの平均点からだいたい2問分くらい下がったラインが合格ラインになってきますので、なので本年度の一応ね、推定の合格ラインはと言いますと、これ2問分ですので一応145点ですね。問数で言うと、まあ、58問ですかね。80問中58問、まあ、145点が一応このデータからすると例年の傾向からする合格ラインということになっていきます。ただちなみに、これね、去年はデータリサーチのこの平均点が148点だったんですね。で、実際の本試験の合格ラインは何点だったかというと、140点だったんです。去年の合格ライン。これ、3問分下がってますよね。なんで、これ、3問分下がるということも十分にあり得ます。私が言うこの合格ラインよりも上振れする可能性はほぼないです。今までずっと私発表してますが、上振れしたことは記憶にないぐらいです。どちらかというと下振れする可能性の多いになります。去年もそうでした。去年は私 142.5 点ですって言ったんですけど、さらに1問分下振れして140点が合格ラインでした。なので今年に関して言いましても145点、さらに 142.5 点、さらに言うと140点もあり得るような、そういった可能性十分にあり得ます。上振れの可能性は低いんですけど、下振れの可能性は十分にあります。あとさらに皆さん気になっているのは、科目ごとの点数基準点が必要だというのがありますよね。これもちろん確かにね、最近これ実施されています。なんで多分ね、今年もされるんじゃないかなと思うんですけど、ただこれは受ける前は気にする必要がありますが、もう受けちゃった後はもうね、気にしてもしょうがないです。これも発表がないと何点がその点数かわからないので、とにかく総合点でこの合格ラインをですね、ある程度超える可能性がある方はもうね、科目ごとの点数はもう気にせずに、とにかくこう次の論文に向けて学習をね、ぜひ進めていただきたいということになってきます。で、今年の論文本試験をですね、もうね、本気で解く方は、ね、本気でね、当たる方はですね、もう残り2ヶ月ちょっとしかありませんので、もう直ちに論文の学習をね、進めていただきたいところです。で、一応レックとしましては、オプションの講座なんですけど、こう直前の対策講座として、こう苦手な分野を克服するような、例えばね、経済学の計算問題とかをですね、対策するような、そういったオプションな講座なんかもありますし、あとは試験員によって教養科目ですね、問題の傾向変わっていきますので、そういった対策、あとはこう最後のこのファイナル模試、これ海の日を使ったファイナル模試ですね、3日間の模試、これ通信でも受けれるんですけど、ちなみに去年のファイナル模試のこう生クラスの方半分ぐらいが最終合格していますので、これ非常に合格率の高い模試になっています。こういったオプションなんかね、講座使っていただいて、ぜひですね、今年の論文試験ですね、すぐに進めていただきたいとともに、来年もうね、論文の本試験しっかりとね、受けるんだって方ですよね。ただ来年であったとしても、これもう残り1年ちょっとしかないです、まあ、あっという間に来年の、ね、論文本試験来てしまいます。なので直ちに論文コースをですね、受講して始めていただきたい。で、155点以上取ってる方はさすがにこれ科目ごとの点数なんかも考えても、さすがにこれ合格していると思いますので、これ直ちに論文コースを申し込んで、もう、ね、勉強ねすぐに始めてください。来年までであったとしてもね、そんなに時間は、ね、多くはないです。一方ボーダー前後の方は6月29日の発表までは講座の申し込みというのはなかなか厳しいですよね。そういった方はこのレックの鑑定資格ホームページ の、ね、この担当受験生応援ページ内の中に、この来年の論文に向けての論文コースの中の、この鑑定理論の私収録したこの論文ブリッジ講座全4回の講義があるんですけど、これ一定の登録をすれば無料で視聴できる、そういった
ものになってますので、ぜひこれね登録していただいて、とにかく鑑定理論は担当段階から説明しましたが、論文に向けて理解を伴った基準理事項をねどんどん進めていくということが重要ですので、発表までにこのブリッジ講座ざっと聞いていただいて、暗記の仕方とかこれから論文に向けてどういった勉強すべきなのか、そういったことを説明してますので、ぜひこういったね無料の講座活用いただいて、暗記ですね発表まで少しでもいいので進めるようにしてください。で一方でなかなかちょっと合格ラインちょっと届かなかった、残念ながら点数がね芳しくなかった方もいると思います。ただ鑑定試験続けたいという方はぜひですね、メールでも構いませんし、コールセンター経由でお電話でも構いませんので、個別にちゃんとね相談を受けて、これからどういった勉強どういったコースを取るべきか説明させていただきますので、遠慮なくですね問い合わせするようにしてください。でもう担当の結果気になると思うんですけど、気になってもね点数上がりませんので、まず一旦ですね本日をもって今年度の担当本試験については一旦区切りをつけて、ぜひですね次のステップに向けてですねそれぞれの学習ですね進めていくようにしてください。はい、では以上をしまして、2022担当本試験を切るですねイベントを終了させていただきます。ありがとうございました。